6時になりました。お元気ですか？そして今日も葛飾 FM を聞いてくれると言ってくれますか？おさむと達也がお送りする火曜日の午後6時は火曜大更新。7月9日火曜日、時計の針は午後6時を回りました。葛飾 FM をお聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか？こんばんは、松田治です。しかし暑い暑い日が続いております。今日の最高気温が35度、最低気温が27度でした。明日の最高気温の予想ですが35度、最低気温が27度。天気予報は晴れのち曇りの予報になっています。それでは今日もこの方をご紹介いたします。武達也さんです。こんばんは。こんばんは、武達也です。よろしくお願いいたします。しかし暑い暑い日が続いてまして。いや本当に暑いってもんじゃないですよね。もうなんか日差しが違いますよね、なんかサウナみたい、だって5時この夕方5時6時でもこうじりじりじりすごいんですよね。あの日がね、西日なのになんかこうじりじり。それで午前中の例えば9時とかもう10時とかでも本当にもう日がですね、本当にじりじりするというか、そんな感じ。真っ黒になっちゃいますね。真っ黒になっちゃいます。どちらかというと日に焼けやすいタイプじゃないですか。あ、多分そうですね。ね、もともと色白じゃないんで焼けやすいですね。色白ではないですからね、そう。だから余計焼けやすいでしょうね。焼けやすいかもしれない。でももう今年も半分以上終わりまして、ね、まあ半分終わりまして、それでも7月になって2日前が七夕ということでね。なんか七夕なんかあれですか、毎年こうお願い事というか、何か今年はこういうことを、なんかこういうお祈りとかなんかあるんでしょうか。いやー最近七夕書きました、短冊って。いや全然。本当ですか？そういえば言われてみれば短冊っていうのはよくあの七夕の日のテレビにですね、よくその皆さんがねテレビ番組のその、はい、あのキャスターの方がこう、ね、短冊にいろいろ書いたりしてこうどうのこうの書いてますけど、なかなかないですね。お願いすることもないですし ね、 そうですよね。とにかくね、朝ちゃんと目が覚めてほしいな。この暑いので。そうですね、ちゃんと朝起きると目が覚めるということが、はい、あの今年のお願い。 そしてやっぱり仁淀ブルーがねヒットすることがね、はい、お願い。はい、もちろんです、はい、短冊に書いていただいて、はい、はい、というかもう書いていただいてもう分けないということで、今日はですね火曜宅配便ね先日行いまして、今回はね達也君も見に来てくれましたので、ね、その辺の話もしたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。それでは火曜大更新、最後まで1時間ごゆっくりお楽しみください。この番組は新恋はカラオケ喫茶アラビカ、武達也音楽事務所、恋は CD ショップ本曲堂の提供でお送りいたします。それでは今日の1曲目です。武達也さん、曲紹介をお願いいたします。どうぞ。はい、今頑張ってる曲です。仁淀ブルー聴いてください。お願いします。西の礼砲石槌の神の山から湧いて出る険しき岩の一滴が千里を旅する仁淀川、七つの町の糧となる仁淀ブルーは心のふるさとよ。
武達也さんの歌でニオドブルーおかけしておりますけれども、なんかこう聞いてるとですね、心が洗われるというか、なんか安らぐというか、そんな感じになるんですけれども、歌ってる本人はいかがなんでしょうか。そうですね、本当に透き通るような綺麗な川なんで、そういう思いを込めて歌ってますけど、そうですね、本当はここに行く予定だったんですけど、また行けてなかったんですよね。本当は先月行くはずだったんですけど、そうですよね、っていうのをずっとなんかここ出るために行ってますけど、そうですね、それが延期延期で今月もまたチャンスが、中頃かおいでよと言われてるんですけど、なるほど、それもどうなることやら。そうですか、ね、あの前回の時、次出た時にはその話を聞こうかなと思っているんですけれども、なかなか次回早くその話をしたいと思いながらそうですね、なかなか、そうですね、はい、今日はですね、先ほども言いましたように火曜宅配便、年にまあ 2,3 回やるんですけれども、最近はあの宅配便の時はね、活躍にこうやってね来ていただいてお手伝いをしていただくんですけれども、今日はですね、まあ、沢田正人さん、そして桜さんが司会をするんですけども、今回はゲストとして小野寺陽介さん、そして青山光さんにね来ていただきました。まずはですね、その第一部から皆さんに聞いていただいて、その時のね素敵な雰囲気を達也君も思い出しながらちょっと聞いていただきたいと思います。それでは火曜宅配便第一部を聞いてください。それではどうぞ。おさむとまさとの火曜宅配便。マサト君、始まりましたね。始まりましたね、はい、はい、久しぶりの、やっと始まりましたね。やっと始まりましたねはい、ということでまず今日のレギュラーをご紹介いたします、はい、沢田正人さんです。よろしくお願いします。はい、そしてさくらさんです。はい、さくらちゃんです頑張ります。どうもよろしく。松田修ちゃんです。はい、よっ、修ちゃん嬉しいもんでございます。はい、そして今日のゲストです、小野寺陽介さんです。陽介さん、お願いします。お願いいたします。実は陽介さんはですね、火曜大行進、火曜宅配便、初めて初出演なんですね。じゃあ記念すべき今日、記念すべき第一歩ですね、はい、デビューです。待ってました、待ってました、はい、素晴らしい、ね、え、本当に。で、実はですね、よく火曜大行進の本番中にね、はい、実は6月に今度収録しますよというね告知をするんですよ、でも自分ね、いつもどちらかというと陽介さん、陽介ちゃんというふうにお呼びをするので、たまにね名字が出てこなくなったりするんです。で、今度の火曜宅配便は、青山光さんと、一回止まっちゃうんですよそう、 あともう一人来るんですみたいな感じでよくよく考えて、あ、陽介っていうのは出るんですけど、小野寺が出てこないんですよ、ね、名字がね、名字が出てこない、で、しばらく経ってから、あ、青山光さんと小野寺陽介ちゃんにね、していただくんですよっていうことで、そう、間違えちゃうと大変ですからね、名字ね。そうなんですね、どっちもね、名前で呼ぶとね、名字を忘れちゃうことがあるんです。小野寺さんって本名？本名です。あ、だって多いもの。多いんですよね、向こうに。小野寺っていうのはね、山形とか。陽介も本名です。本名です。あ、本名。全部本名です。小野寺って多いんですよ、東北。ね、そうなんですね、はい、ちょっと山形の方ご出身で。山形、はい、そうなんですよ。実は今日ね、山形からわざわざ来てくれた方がいらっしゃる。そうなんですよ、お客様の中で。ね、みのるさん。はい、みのるちゃん。みのるちゃん。すごい、ね。いつもメッセージをね、ラジオにくださって。必ずメッセージくださるんで、はい。いつもいつも。そう、もう、よくレギュラーの方はね、月に1回しか出ない方がいるとするじゃないですか。はい、毎週名前を呼ばれてますから。素晴らしい。素晴らしい。ヘビーリスナーというか、ありがたい方ですね。ありがたい方ですね。今日歌います、はい、もしかして。歌います。今日はですね、実は歌手の方がたくさん来てましてね。いっぱいね、今日はすごいですね。はい、前々回かな、あの火曜宅配便に出ていただいたね。じゃあ私の子供みたいな人ばっかりなんだね。もう陽介ちゃんのね、仲良しでございます。陽介ちゃんの仲良し、仲良し子よし。え、僕がいいんですか。なんかみんな若くていいね。相川正樹さんでございます。相川正樹さん、はい、正樹さん。はい、いやーすごいね。それからやっぱり前々回のその前かな、火曜宅配便に出ていただいた、はい、山口のりこさん、はい、のりこちゃんね、ありがとうございます。はい、のりこちゃん、のりこちゃん、はい。それか、実はですね、これ火曜宅配便って今生放送でやってるじゃないですか、はい、で、スタジオで収録をするんですけど、その時のパーソナリティがいらっしゃるんですけど、はい、はい、武達也さんが今日ね、さん見に来ていただいて、達也さん、はい、達也さん、あ、はい、達也ちゃん、達也ちゃんすごいですね、今日はちゃんで行くんだよ。そうですね、あと、さくらさん、
さくらさんさくらさん横ですさくらさん横にいらっしゃいさっき言ったね私は言われたさんこっち、はい、みなみちゃんあみなみちゃんねみなみちゃんどこを向いてもみなみさんそれからさくらさんの番末もね来られてますよねそうです、ね、池谷康夫さんと言います、はい、うちのバンドマスターですよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします今日はですね、まあ、山形からもね来ていただいてそうなんですねよずちゃんは山形ということでね、はい、なんか山形県のお話をちょこっとしましょうか、僕山形県なんですけど、はい、芋煮って皆さん知ってます知ってる知ってる芋煮会の知ってるよ、ね、楽しいですよね今日来てるみのるさんが山形県の内陸の方なんです、はいはい、海側なんですよ、はい、仲悪いんですよ芋煮会の時はなんでですかなんで僕の庄内の海側の方は、うん、はい、はい豚肉の味噌味なんです。あ、なるほど。そう、はい、で、はい、さっきの美濃さんの方のは、はい、醤油味の牛肉なんですよ。全然違う。全然違いますね。いつもこれで ね喧嘩しちゃうんですよ山形県の人たち。豚肉なんか悪いんですよね。私どっちも好き。どっちも好き。どっちも食べたいですけどね。うん、どっちも美味しい。宮城の方に行くと、うん、と豚味噌なんですよ。うん、そう、不思議でしょ。基本はどっちなんですか。基本は豚味噌。ほらもうここでバトルが始まっちゃうんですよ。なるほど、なるほど、うちが元祖だ的なね、やっぱいろいろあるんですよ。こっちが庄内が元祖ですよ。なるほどね、うん、あ、そうですか。いろいろみんなだからその土地その土地で元祖にしておけばいいじゃない。庄、ね、内の元祖、ね、山形どこ、ね、内陸の方の元祖、南の方の元祖、ね、はい、いろいろそこでもその2つが塩味の鶏肉とかはないですね。ないね、それはない。今度そこが出てきたら面白いですね。面白い、また面白い、ね、またさらにバトルが、そうそう、面白い。なんかラーメンみたいじゃないですか。本当ですね。ラーメンも美味しい、美味しいですもんね。ラーメンも醤油味って、ね、だって日本一です、日本一ですよ。ラーメンが、ラーメン日本一ですよ。山形そこではなんか仲がいいんですね。仲いいですよね。あ、そういえばラーメン美味しいもんね、山形のね。食べ物美味しいもんね、はい、やっぱり東北は食べ物美味しいとこいっぱいあるよね。さくらちゃんも福島だから美味しいよね。だった福島だ。俺は日本松、日本松、そう、三本松の手前の日本松、はい、なるほど。松とか出身はどちらでした。僕滋賀県なんですよ。滋賀県ですよ。羨ましい、ね、お米が美味しい県っていうのか。あ、なるほど。あとほら日本酒も美味しいですしね。美味しい美味しい。あ、羨ましいです。また言った、私も飲みたくなっちゃうの。この話するとさくらさんがいつもビールの方に飲みたい派になっちゃう。話が必ずビールの方に行っちゃうとね、そっちの方にしか神経がなくなっちゃったよ。もうずっとビールの話になっちゃうんですよね。そうよ、ビールの話、うん、大好きビール、はい、ジビールも大好きだった、はい、この間飲んできた藤枝で、ビールを飲んできた、ジビールも、ああそうですか、うん、もうビールの話ですね。カツオも食べてきた、カツオのたたき、カツオのたたき絶対合いますね。さくらさんが今日、はい、素敵なイヤリングされてて、はい、ちょうどなんか山形のさくらんぼ、さくらんぼ、本当だ、可愛らしい。ちょっと時期的にはもうあれですね。ちょっとね、もう終わってるかもしれないけど、ね。ああ、そうですか。でも面濃いさくらんぼ、面濃いさくらんぼ、濃い。面濃いさくらんぼ。決まった。決まった。決まった。素晴らしい。じゃ決まったところで一曲ね歌っていただきたいと思いますけれども、はい、はい、じゃあ陽介ちゃん何いきましょうか。では、はい、新曲のカップリング。カップリングから。よろしいと思います。はい、じゃあ曲紹介をお願いします。はい、聞いてください。海運橋から。どうぞ。染まる黄昏の海運橋から君が振り返る澄んだその瞳でこの橋を渡るとき今この瞬間話したくない行くなよと心が駆け出す恋しくて恋しくて君を抱き寄せ赤い赤い夕日が照らしてた。小野寺陽介さんの歌で海運橋から聴いていただきました。どうも
ということでね、いやいい歌ですね。これでも実際ある橋ってさっきお伺いしたんですけど、うん、はい、なんか縁起すごいいい名前じゃないですか。運が開ける、うん、ね、開運だから、はい、なんかこういろいろ商売してる人とかって行きたくなりますよね、うん、学業でもそうですけど。そうですね、そうですね、はい、岩手県にぜひ行ってください。岩手県、はい、盛岡に行ってください。あ、盛岡なんですね。はい、盛岡ね、ぜひ行きましょう。今度ぜひ大谷翔平君のとこだね。あ、そうだ、あ、そうだ、そうだ、あの岩手だもん ね、 ね、うん、今年はね頑張ってますよ ね、 ね、 え、あんな怪我しても、ね、はい、だって1080億円だもの、すごいじゃないですかね。普通取れないもん、1080億円なんか、ね、え、1億円でもいいよね。あ、1億も取れないわ、ごめんごめん、今の私じゃ取れないな。やっぱビールの話とね、このマネーの話はいいですね。あ、ビールとマネー、目がキラキラで、キラキラ目が輝いてるでしょ。ビールの次はマネーです、ね、マネーで。あー、そういうことですね。なるほど、分かりました。はい、そういえばあの陽介さんはですね、なんかデザイナーという か、 なんかデザインをしてる。そう、僕ね仕事をしてるんですよ、はい、平日仕事をして、はいはい、デザインの仕事をしていて、はい、どういうこと、もうこういうポスター、お、ね、CD のジャケットも作ってますし、ね、クリエイターなの、この自分のこの字も自分で書きました。道の空港石津、すごい達筆ですよ。すごいじゃない、自分で書いた文字なんですよ。こ、このあの、はい、定築さん、定築というレコード会社のタレントさんの何人かはやってはつってたんですね。青山真くんとか、青山真さん、半田浩二さんとか、いろんな方もやっております。すごいですよね、そういう人の CD ジャケット、ポスターとかを作ってるという、作ってますね、すごいね。青山真さんってどういう感じの方なんですか。めんこい、めんこい、うん、ちっちゃくでめんこくで細くで、ちっちゃくで僕の半分くらいですよ。そんなちっちゃいんですか。サイズが、サイズが、うん、細いんですね。細いんですよ ね、 僕ね、そう、めんこい、細いんだって、めんこい、おさむちゃんあの半分くらいかな、おさむちゃん半分、さくらさんの同じくらいかな。私太ってるよ。めんこいそうです。めんこい、めんこい、めんこい、あ、嬉しい。めんこい、めんこいテレビってのあったな。あったね、なんか聞いたことありますね。出たことある、オラは。あの写真撮影またプロの方もします。もうそれも僕の会社のスタッフさん、カメラマンいるので、はい、撮影をして、はい、映像も撮って、はい、僕がデザインをして、はい、うん、発売します。例えば仮にですね、まさと君の新曲を例えばあるできたとするじゃないですか、うん、はい、で写真を例えば撮って、いろんな写真を撮って、そうで、で処理をして、画像処理をして、顔を変えてね、処理してもらえるんですか。顔をさらにちょっとお願いします。すごいね、処理して、大丈夫だよ、処理してもらえるならお願いしたいです。大丈夫、大丈夫、そう、うん、そうで処理をし て、 してそれであのどういう感じにこう考えるんですか。例えばで僕はいろいろこの歌のタイトルにあったデザインをちょっと考えて、はい、こんなのがいいかなと思って、で僕の今回のはちょっと背景がちょっと夕日っぽい背景なので、ね、そうこんなイメージの歌かなと思って。すごいセンスが良くて、はい、あのグッズさっき拝見したんですけど、可愛、はい、いキャラクターのシールとか作ってらっしゃるんですけど、おしゃれな、すごい可愛いってさっき拝見したんですけど、ぜひお願いします。まさと君のキャラは何でしたっけ。僕いちご系のキャラなので、いちご系のキャラね、さくらん、今度じゃあさくらんぼをイメージしてちょっといいですね、なんか作りましょうか、ね、新たに来年からいちごえなんだ、いちごさくらんぼ、いちごって意味わかりますよね。もちろんいや、いちごでこんだけ止まる人もいないかなと。大丈夫ですか。いちごとさくらんぼを混ぜるといちごんぼとか、なんか言ったな。あ、それが言いたかったんですね。それを言いたかった、いちご。でもコマーシャルで女の人がね、はい、いちごだけでこうってピンクの着て、女の人今コマーシャルやってるじゃない、いちごの。でも可愛いですよね、いちごとかさくらんぼってね。可愛いよね、可愛いイメージじゃないね。可愛い、めんこいので、めんこいのでね、うん、大しためんこいになるな。じゃあ今度作りますよ、いちごんぼにしましょう。いちごんぼにね、いちごんぼ、いちごんぼ、はい、じゃあですね、はい、今頑張ってる曲を皆さんにね、うん、新曲をちょっと紹介したいと思いますけど、はい、なんというタイトルですか。道のく恋しずく、道のく恋しずく、はい、これですね、これ。そうですね、これですね、そうですね、山形の歌でございます。あ、山形の歌、はい、そうですか。じゃあ曲紹介をしていただいていいでしょうか。はい、はい、それでは聴いてください。道のく恋しずく、どうぞ。二人で登った山寺に
た冬景色、長い石段場所の石碑、あなたの笑顔に会えなくて、なぜか心が寂しがる、血のく恋しずく。小野寺洋介さんで血のく恋しずく聞いていただきました。イエイ、はい、ということでね、はい、でも素敵な曲ですね。ありがとうございます。はい、これはあれですか、あの前作は自分で作った曲もありましたね、確か、はい、今回は先生、今回は作ってもらいました。どなたが先生なんですか。小野田洋子先生でございますが、はいはい、結構ねやっぱり難しいんですよこの歌、はいはい、なんか僕があまり経験したことがないような歌、うん、歌詞なので。なるほど、経験したことがないような、例えば別れた男女がね、うん、何年か経って、うん、一人で思い出の場所をたどってみるという歌なので、はい、僕経験ないんですよ。私はわかる。わかるって。この辺はちょっと。私はわかる。私はわかる。男女の。うん、わかるわかる。よくわかる。よくわかる。かるじゃあさくらさんがさらに歌うと、もっといいかもしれない。そういいかもしれない。すごく深みがさらに増すかも。そうかな。はい。やっぱりあの失恋を経験してない人が失恋の歌を歌ったりとか。うん、失恋は僕ありますよ、経験。それはある。いっぱいあります。失恋は。うん、いっぱいあります。じゃあその辺を思い出して思い出して歌うといいかもしれませんね、うん、はい、はい、なるほどね、頑張ります。想像して歌ってんだ想像して歌ね、いいことだ、それはそうですね、うん、ということでございますね、はい、そうそう、はい、そう出ちゃう。昭和48年生まれなの。9年生まれですね。49年。よくわかりましたね。いや同じですか。同じだね。同じメジャーデビューから昭和カレスキーが昭和の49年の7月の21日発売だからね。ああ、そうなんですね。昭和カレスキーと洋介ちゃんが同じ生まれなんで、同じ同級生。すごい同級生、うん、だから私の子供と子供みたいなものよ。孫じゃないんですね。子供、子供だよ。あ、子供だ。子供だよ。だってフィフティだから50歳でしょ。50歳。じゃあ、え、私その時26だから、はい、じゃあ26で産んだらこうなるんだね、50歳そうですね。あ、なるほど、こうなる、こうなるんですね。こんなふうに、こんなふうになっちゃいますけど、そういう、そういうことね。ね、いいですか。今さくらちゃん76歳だから。若い、若い、わおわおめんこいね。めんこいね。いやー、めんこいか。めんこい。いやー、嬉しい。普通のね、76歳の方はワオーなんて言わないですね。言わない、言わないですね。うん、言わない、言わない。若い。若い。よかった、めんこいって言われて。めんこい。いやー、めんこいって言われて嬉しい。うば桜だな。山形弁っぽくちょっと、あ、桜さん可愛いねっていうのなんていうの。桜ちゃんめんごいの。本当、うん、いや嬉しいこと、うん、おめえお世辞言ってんでねべな。言ってね、何も言ってね、何も言ってね。あ、本当、何も言ってね。いやー、おら嬉しい。おら嬉しい。いや、いいっす、なんか和みますよね。急になんかここはどこ、私は誰、そう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 、みたいな。山形でも、はい、あの美濃さんの方は、はい、ウンダベって言うんですよ、うん、ちょっと違うんですね、語尾が、うん、ウンダベ僕の方は、うん、語尾がノーって言うんですよ。あ、ダベとノーダベ、そうなんですね。めごいのーとめごいべーって違うんですよね。ノーはあれ、あのそのあれも近いね、あの秋田、秋田の人のーって、うん、あとそのこれ、青森もそうですね、うん、言ってるのノーノーって言うんですよ。そうなんですよ。ノーなんだかねーなんだかはよくわからなかった。よくわからないよくわからない。なんかよくわからないところで終わりの時間がやってまいりましたけど、はい、あ、でもあのめちゃくちゃ和みました。和みましたね。気持ち、そうですよね。はい、ということでございました。はい、はい、ということで今日のね前半のお客様、小野寺洋介さんに来ていただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。
はい、今日はですね火曜宅配便の収録をね、はい、皆さんに聞いていただいてるんですけど、やっぱりなんとなく思い出しますよね。いや思い出しました、はい、本当に楽しい雰囲気で、そうですね、ここで何でしょうね、流れてない部分も見てるじゃないですか、はい、あ、なるほどね、あのその収録の前とかね、後とかね、はい、そこもまた思い出しますよね思い出しそちらもね結構楽しかったりしますよね。そうですね、はい、ということでね、今小野寺陽介さんね、自分は陽介ちゃんと言ってますけどね、はい、陽介ちゃんに出ていただきました。この次はですね青山光くん、やっぱ久しぶりの出演ということでね、はい、お会いしました。それでは皆さんも聞いてください、青山光さんです。それではどうぞ。おさむとまさとの火曜宅配便、イエーイ。またまたやってまいりました。やってまいりましたね。いや皆さんなんか息ぴったりですね。すごい、だんだん揃ってきました。揃ってきました、はい、じゃあ改めてねレギュラーを紹介いたします。沢田雅人さんです。皆さんよろしくお願いします。盛り上がりましょう。はい、さくらさんです。はい、のんべいのさくらちゃんです。よろしくお願いします。やりました、のんべいのさくらちゃん。はい、そうです。はい、さらにのんべいちゃんがいらっしゃいます。青山ひかるさんです。青山ひかるです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。はい、そして松田治さんです。治さん、はい、ありがとうございます。でも嬉しいですね、こうやって名前を言ってね、拍手もらう。自分で自分の名前言うともなかなかね。そうですね、珍しくて。そう、自分で自分の名前言うのもちょっとあれですけど、はい、でもあのひかるさんは何年ぶりぐらいですか、ここ来たのって。コロナ前ですよね。前5年ぐらいですね。なんかのイベントの時にひかるさんがやっぱりゲストで来ていただいて、なかなか予定時間に到着しないんですよ、はい、そしたらね、ここをぐる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 回ってたらしくて迷われてて、ね、迷われてて30分ぐらい回ってます。ぐるぐる回ってましたね今日もね、あの行き過ぎるところをねストップしてくださったの。はい、あのね、まさきさんが、ね、今日も、ね、危険だった。危険だったじゃあいなかったらもしかしたら通り過ぎちゃうちょうど車が止まってたので前で、はい、なるほど、隠れてたんですよ、アラビカさんがね。なるほど、隠してたんですよ、ね、移動してくださいって言っときません言っときません言っときません。でもね、ひかるくんの歌はね結構歌ってる方がたくさんいらっしゃるんですよ、うん、ありがとうございます。どなた、この辺とかあっちとかはい、ありがとうございます、ね、本当結構でも難しい歌ですからね、結構氷の炎とかね。そうですね、難しいんですけど、あのチャチャチャっていうのはね、あの音響の方がお上手なんですよ。誠さん、誠さんがありがとう。そうなんだ。そうなんですよね。いやすごい。でもね、最近ひかるさんはね、うん、韓国に行ってこられたみたいな。あ、そうなんですね。韓国行ってきました。はい、この間5月に、はいはい、久々に行ってきて。でもなんか向こうに行くと、はい、なんかあれじゃないですか、現地人に間違えられますね。そんなことはない。かもしれないですね。かもしれない。めちゃくちゃ綺麗ですよね。綺麗ですよね。本当に OK。よくあのフェイスブックかなんかでご覧になった方いるとね、うん、もうドレスというか衣装も、うん、そうです。最近なんかいろんなものなんかこう着たいもの、うん、やっぱ自分が歌って楽しいもの、はい、っていうのをね、はい、なんかやりたい放題やらせていただいて、はい、ね、そうです。それが正しいのか正しくないのかわからないですけれどもでもご自身でやっぱセレクトされて、そうですね、お衣装も全部、うん、そうなんです。すごいですよね。そうなんです。髪型も色もね結構変わったりします、ね、明日髪切り行くんです。あ、明日行くんですか。じゃあこの髪は今日限り限りです。明日真っ赤になります。嘘です。マジですか。嘘です。どんな感じになる予定ですか。まあ、ちょっとあの短くしたのでずっと長かったんですよ、はい、はいはい。でちょっと気持ち悪いっていうことがあの、ね、あのご意見をいただいて、もう暑くなってきたし、はい、バッサリとちょっとさっぱりと、暑いですからね、はい、全然気持ち悪くないよ、かっこいいよ。嬉しい。桜さん、これで今日言っていただくの7回目かわいいかわいいかっこいいって、うん、言う、かわいいしかっこいい。あ、もう8回目9回目9回9回行きましたすごいかわいい。もうね、今日言いまくりましょう。数えてますよ、ちゃんと10回も言うよ。かわいい、かわいい、うん。あの、まさとくんは？まさとくんもすごく可愛いよ。可愛いですよ。ついでじゃないからね、可愛いよ。だから、まさとくんの可愛さと、はい、ひかるちゃんの可愛さと、また全然違うから、はい、いいじゃない、だって、個性があって。僕はって聞きたい。おさむさんは？おさむちゃんはおさむちゃんらしくいいよね。ありがとう。いいよね。おさむちゃんのキャラで、キャラで。可愛いっていうんじゃなくて、なんていうのかな。可愛いっていうんではなくて、またほら、おさむちゃんの、ちょっとスポーツ的な、なんていうか、ま、野球か。まあ、なんで野球のドカベンまで行かないの野球って、えっと思ったけど、ドカベンの方行っちゃったんですね。いや、
キャッチャーの、なるほど、今ね少し痩せたからドカベンよりまたちょっとちょっと全然かっこいいよ、ドカベンよりでもあのちょっと待ってください、あのドカベンさんってもう亡くなられてる方なので、生きてる方だとどうなった、生きてるんだったら誰だろうね、まあじゃあ大谷翔平にしていこうか、あらすごい、格上げ、素晴らしい、ちょっと待って、おめでとうございます。ありがとうございます。それでどうだい？はい、大丈夫。でもちょっとだけ照れてます今。照れることない、照れることない。はい、そんなこと。このキャラを持ってる人が。でもあのジャイアンツファンなんですよね。そうよ。私遠い昔から6つか7つぐらいの時から、はい、福島の二本松はラジオの時代だからね。はい、あの時代、うん。だって全然入らないもん。あの 巨人と組み合わさないと絶対放送にならないもん、うん、だからそれしか聞いてないからジャイアンツファンなのよ。なるほど。あでも長嶋さんと王さんとか広岡さんとか、そう 金田さんそのあとあの人国鉄スワローズだから、はい、知ってる皆さん国鉄スワローズって知らないでしょ国鉄スワローズってちゃんと 国鉄で野球場も持ってたのよチームを、うん、はい、でもそういう古い時代や、お詳しいですね、ちょっと止まらなくなっちゃったんで、ね、ちょっとチョキチョキしないといけないです、どこにも止まらないっていう感じでお願いします。ありがとうございます、おめでとうございます、よろしいようで、おめでとうございます。あのここに一人あの若干阪神タイガースさんの方、私あのだって滋賀県ではしょうがないね、だってあの西の方だからさ、しょうがないそれ、はい、東北はね、巨人なんだよ、はい、でも、はい、明日から明日は、はい、白とあの黄色との黒と白と黄色と黒トランみたいのが好きなんだよね、トラが好きなんです、ね、だからね、小関裕二先生福島県生まれなのに、はい、あのだって阪神タイガースの歌六甲おろし作ってるんだから、そうそうなんですよ、六甲おろしのって作ってるよ、すいませんさくらさん、なんか酔っ払ってるような感じなんかね、あの第一部よりすごいあのテンションが高いですもんね、いい感じで盛り上げていただいてます、いや、だってそうよ、ちょっとなんかガソリン入っちゃったかもしれません、だいぶ入りすぎました、満タンになりいました、ごめんなさいね、とんでもございません、いえ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 、ね、うん、そうですね、じゃあなんかあのワンちゃん飼ってるじゃないですか、そういえば話から来るとかありますよ、いいんですか私の話して、もちろんもちろんですよ、そうあの本当コロナ禍に、はい、あまりにも寂しくて、はい、あのワンちゃん飼っちゃったんです、なるほど、そろそろ終了だそうです、ワンちゃんワンちゃんの話は後ほどワンちゃんの先行きを、はい、せっかくワンちゃんの話が出ましたけど、後ほどしまして、はい、じゃああの今の新曲のカップリングですね、はい、カップリングから紹介していただきましょうか、はい、はい、何という曲でしょうか、あのディープパープル、じゃあお願いします、はい、どうぞ、それは誰のせいでもなくて、あなたが男で、きっと誰のせいでもなくて、私が女で、特別ここでなくていいけれど、黄昏に船を畳んだ海のそばがいいの、ともかくたどり着いたホテルには人影もあまりまばらで、せめて夜が来れば、知らず知らず冷めていった日々にまだ気づけずに、一人安らぎに満ちた歌を歌うでしょう、あなたは。それは誰のせいでもなくて、あなたが男で、
きっと誰のせいでもなくて、私が女で。青山ひかるさんの歌でディープパープル聴いていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。これはもう五十嵐さん、あのそうです、カバーなんですよね、うん、実は知ってました。あ、知ってました。おさむさん知ってました、この曲。あ、この曲は知らないですよね。最近知りました。でもそうですか、はい、カバー曲なんですね、この曲。そうなんです、カバーなんです。あの、ペガサスの朝とかを歌っていた五十嵐弘明さん、弘明さん、はい、のカバー曲なんです。そうなんだ、うん、そうです。私も知らなかったんです。あ、そうなんですか。そうです、まあ、社長がね、合うんじゃないかってことで選ばさせていただいて。そういうのって自分で好きだから選ぶとかっていうパターンもあるんでしょうけど、社長さんがお好きでということを、まあ、音楽性のこういろいろ広がりですとか、うん、なんでしょう、ずっと私ムード歌謡とか演歌だったので、うん、はい、ちょっと雰囲気の違うものに挑戦したらとか、ね、ちょっと新たなチャレンジもされてってことですよね。引き出しが引き出されましたっていう作品です。そうです、はい。でも光くんはですね、いろんな曲が、あの氷の炎とか、ああいうこうしっとり系とか、はい、うん、あと先ほどのね、うん、東京ロストラブデビュー曲とか、デビュー曲、はい、あと懐かしいですね。叱られて、はい、はい、叱られないんです、叱らないで、叱ら、あ、叱ら今なんて言いました、叱られて、叱らないで、叱られてて動揺だよ、動揺です、動揺、失礼いたします、心が動揺してますよ、動揺してます。そうです。でもですね、光くんはもうね、デビューの時から知ってるんですよ、はい、うん、そうなんですよ。だから全然デビューの時はね、うん、ほとんど喋れない子だったんです。あ、そうなの。今もそんなに喋らないです。喋れないです。あ、そうですか。そうですよ。喋れない。喋れないな。すごい、あの手に汗を握りながら、はい、ドキドキしながらおしゃべりしてます。そうなんですか。そうですか。でもね、最初の時、うん、本当にね、うん、本当に喋れなかったの。そう、大丈夫かなと思ったんですけど、1年経ってまた2曲目で来ていただいた時、はい、もう今のようにペラペラ喋れる。すごい。やっぱり。その間に修行というかね、歌詞は変わるんだなと思います。いっぱい馬数を踏まれてね、じゃあお坊さんと同じでね、お坊さんも修行僧っていうあるからね。あ、なるほど、お坊さんと一緒ですね、私ね、うん、だって歌もそうでしょ、はい、みんなやっぱ修行しないとさ、そうですね、やっぱ数をね、一気にはいかないもんね、やっぱり馬数踏んで初めてだもんね、はい、うん、そう思う、ね、私はですよ、そうです、ね、後は知りません。おっしゃる通りでございます。ところでワンちゃんの続きが来たんですけど、さっき気になってしょうがなかった。急にワンちゃんとまた CM とか言われちゃうと、あの、そう、あ、曲って言われちゃうんですまた言われちゃいそうなんで、また言われちゃう、はい、そう、ワンちゃんを今飼ってるんですよ、うん、はい、チワワ、かわいいですね、毛の短い方の、チワワ、あ、ショート、ショートの、スムースポートチワワを、はい、あの3年前に飼って、はい、まあ、コロナじゃなかったら飼ってないです、やっぱり、うん、あの出かけたりなんだりってお仕事で ね、 ね、それで飼い始めたんです、あまりにも、はい、誰も飼って、うん、もうあら、ただいまお帰り、うん、で一人で言うんです私、はい、うん、今ワンちゃんもただいまお帰りって私一人で言うの、一人で、一人で言うの、一人で言うんです、うん、誰もいないのでね、帰ったら、あ、誰もいない、そう、はい、今はね、迎えてくれる人がいるので帰ったら、ワンちゃんがね、ワンちゃんが、いや、ワンちゃんって言ったから王さん、王さんのことかと、あ、そっから王さんが出てきたのね、ワンちゃんって言ったから王貞治さんが出てきたのかと思っちゃった。なるほど、王さんが出てきた、王さん、ね、ワンちゃん、つながりますね、野球なんで、ね、でも時代が違うからごめんね、もう、うん、おばさん、おばさんのあの話楽しいですよ、ね、大丈夫ですよ流してで, もかでも今日あの青山ひかるさんと初めてお会いするというか、あの見る方何人ぐらいいらっしゃいます？あ、結構いらっしゃいますね。すごい遅れてますね、皆さん。いやいやいや、あ、遅れてます ね、 ね、なんて。でも ひかるくんのイメージって多分こういうイメージじゃないと思ってる方が多いんじゃないですか。どうですか、ね、あ、そうですか。意外と明るいというか、ね、いや、こんな感じです、こんな感じですよね、ずっと笑ってる感じ、こんな感じなんですけども、うん、なんだか写真だけ見てたりとか、ええ、ね、そんな感じだと、うん、あのもっとね、どんな感じですか、写真で見ると、じゃあなんでしょう、もうね、なんかこう写真で見てる感じ、めちゃめちゃ顔赤くなってますよ顔赤くめっちゃ照れてます今、照れてます、照れまくってます、いや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 、照れまくってます、照れてはないんですけど、ね、顔が熱くなってます分かった、光源氏みたいな顔だ、なるほど、そんな遊び人じゃないですよ私、あら、いいじゃん、ね、遊んだ方がいいですか、芸人は遊びなさい、なるほど、懐かしいです、はい、あの頃が本当にあの男性でもドキッとする、お綺麗な、そうですね、隣にいらっしゃると、そうですね、ドキ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 しますよね、ドキドキ、はい、いいね、まあ、私は緊張してます、まさとくんだってドキドキします、まさとくんもドキドキするよ、いやいやいや、かわいいよ、かわいいですよ握手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 
握手、はい、今度ビール飲みましょうね。飲もうね、日本酒でもいいよ。あ、ごめんなさい、僕爆弾を投げちゃった今。曲紹介を、曲紹介を、はい、じゃあ今頑張ってる曲ね。そうです、あの2022年、はい、発売させていただきました、はい、静かな奇跡、はい、来てください。はい、どうぞどうぞ。あの日あなたと別れた朝もずっと答えを探してた。あの日の自分にまた戻れたら、あの空見上げて自分を責めて、隣の愛にも気づかずに輝く星もしか消えて、ただ悲しくて、それでも愛しくて、名前も知らない誰かの愛で私は今をきっと生きている。青山ひかるさんの歌で静かな奇跡、聴いていただきました。ありがとうございました。いや素敵ですね。ありがとうございます。そうして静かなメロディーですよ ね、しっとりと、しっとりと、ね、もうさっきあのワンちゃんで運命的な出会いって話しましたけど、はい、ポスター拝見すると赤い糸が出てるんですよ、はい、あ本当ですね。だから本当にこの出会いというか、小指にこの先には誰が、うわすごい、えこの先にはいいこと言ってくださる、はい、佐藤さん、この先にね、うん、ジャケットを開くとね、はい、くるみちゃんがいるんですよ。あ、そうなの、そうなの、本当ですか。本当にそうなんです。マジですか。じゃあヒーリー買ってパカッと開けるとくるみちゃんが出てるの、買っていただかないと分かんないの。くるみちゃんっていうの、ワンちゃんの名前くるみちゃんっていうの。くるみちゃんって言うんです。私昔一番最初の芸名岡くるみって言うんだよ。あ、そうなんですか。だから可愛いんですね。なんか本当にいろいろつながってますね。なんかつながっている。あの岡くるみっていう芸名です、一番最初は、はい、5回も書いて、そうですか、河野さくらになるまで5回書いてるから、くるみちゃんと、それからそのどうなってそれからね、うん、あのくるみちゃん、それから丸もちこちゃん、水木まりちゃん、かわいいペコちゃん、はい、それで河野さくらちゃんになってからやっと売れたのよ。 かわいいペコちゃんっていうのもあるんですか。かわいいペコちゃん、かわいいペコちゃん、そうよ、ミルキにそっくりだったから、ミルキずっと太ってて、富士屋からとか、そうよ、ハットかぶって真っ白いの履いてたの、つなぎに来てそっくりだったの、かわいいペコちゃん、うん、ペコちゃんにそっくりだった、うん、みたいです ね、でもどちらかというとヒカル君の方が可愛いペコちゃんじゃないですかね。ペコちゃん、いやもっと藤谷のペコちゃん、ペコちゃん、だってペコちゃんより美人じゃん、あのヒカル君の方が美人だもん。でもあの ポコちゃん、そんな褒め合って永遠にできますね。別にここでペコちゃんポコちゃんの話をしょうがないんだ。相方ポコちゃんですもんね。そうでした、相方ポコちゃんなんで、じゃあぜひね CD をね、はい、あのご購入いただいて、そうなんですよ、買っていただいて、見ていただきたい人は、ね、はい、中を開けると多分全員見たいと思ってらっしゃると思うんですよ。若干何枚かありますからね、はい、いっぱい持ってきたの私、はい、いっぱい持ってきたの、持ってきたまだあるよね、売るほどあるのよ、はい、うん、なるほど、うん、売るほどある大丈夫です、はい、以上です、はい、はい、以上です、そうです、以上ですさようでございます、以上でございます、ね、めったにないですね、まだあの時間があるの以上でってもう終わっちゃう、締められちゃう、締められちゃう、
なんか今後こういうことをやりたいとか今年の目標とかなんかありますね。今後ですね、はい、一応今年、新曲出したいなって思っています。ちょっと詳しいことまだ言えないんですけれども、はいはいはい、ちょっとまた今からちょっといろいろ練ってガラッと変わって、ある程度はもう出来上がってきてはいるんですけども、ガラッと変わる、ガラッと変わります。ちょっと演歌に戻るとか、あ演歌には戻らない、あ演歌に戻らないと演歌好きな人には申し訳ないですけど、演歌ではないです。顔はこのままです。顔はこのままです、はい、いやいや髪の毛が、髪型が変わります、はい、あの赤くなるっていうね、それは違う、ちょっとその可能性もあるかもしれないですね。小里君は髪型変える可能性はないんですか、あんまり、うん、どうしますか、これカツラなんで、嘘ですよ今なんか凍りつきましたよ一応地毛です、地毛です、地毛です、地毛です。でもカツラだと本当楽だと思いますよ。でもね、僕憧れるんですよ。私もね、いいですよね、絶対楽だと思います。すごいセットが大変なので、光くんはなんかその衣装によってカツラを、カツラかぶりたい、今カツラじゃ、なんて言うんでしたっけ、ウィッグをつけたりすることもあるんですか、ないんですよ。あ、ないんですか。デビューの頃はやってました。あ、そうなんですか、ジャケットはあのカツラなので、私のデビュー曲。そうなんですか、5種類ぐらい欲しいですよね、5、6種類あって、短いのとか、ちょっと長めのとか変えたいです、曲によって変えたり。そうそうそう、でも高いんですよ、ね、いいもの、一光さんとか使ってるカツラ、いくらぐらいするんですか、もう100万ですよ、100万、カツラ100万。そしたら新曲出した方がいいもの、やっぱ なんとか法廷で買っちゃダメですね。え、なんとか法廷で買っちゃダメ、あ、そうそうそこで買うとダメですね。なんとか法廷だともうちょっと安い、安いかもしれないです。1000円ぐらいで売ってますけど、ね、1000円、それはちょっとなんか頭かゆくなりそうですなんかそういう話してたけど頭がかゆくなっちゃうじゃんね、あのカツラの話で終わっちゃうとねカツラの話、そうですね、やめましょうか、カツラの話は、カツラ五郎さんになっちゃうから、カツラ五郎さん、そうでした。ということで、また今回も何だかよくわからない感じで終わりますけど、わかりません、私も、はい、ということで今日ゲスト、はい、青山ひかるさんでした、はい、どうもありがとうございました。イエーイ、ありがとうございます。終わり、はい、はい、ということでですね、はい、まあ、ひかるくんの終わりみたいな感じの声もありましたけど、あっという間でしたもんね。あっという間でしたね。はい、あの岩見みのるさんからまたお便りが来てましてね、はい、火曜宅配便パーソナリティにおさむさん、沢田雅人さん、さくらさん、そしてゲストに青山ひかるさん、小野寺陽介さん、ゲストのお二人と同じ山形県出身ということで私も参加させていただきましたということでね、わざわざ山形から見に来てくださいました。はい、そして会場には今日のパーソナリティの武達也さんをはじめ大勢の歌手仲間の方々が、応援にいらっしゃって、すごい豪華な収録でしたねということで、とても楽しい時間ありがとうございましたというお便り、僕も初めてお会いできましたからね。そうですよね。そうです、そうですね。でここにまた改めてですね、おさむさん、達也さん、火曜宅配便の収録では大変お世話になりました。達也さんとも初めてお会いしましたが、火曜大行進でラジオを通してお会いしているので初めて会ったとは思えなくてお話できて嬉しかったですということでね、これからも ご活躍を期待しておりますということで、こちらごと嬉しかったです、ね、で本当にいろんな方が、ね、来られてましてね、はいはい、やっぱりあの初めてお会いする方、それから久しぶりにお会いする方、沢田雅人さんなんか本当に久しぶりじゃないですか。本当にお互い何年ぶりでしょうねって言いながら、はい、もしかして10年は経ってるんじゃないかな。前の千葉テレビかなんかの、ね、はい、あの番組がありまして、はいはい、そこの番組つながりかなんかでお会いしてて、それ以来というかね、なかなか、そうですね、会いそうで会えないみたいな感じですね。はい、それではですね、まあ、7月になっていろんなことがあったんですけど、はい、まあ、この前は七夕があったりとかね、あのそれからね都議会選挙とかもありましてね、はいはい、自分はあのやっぱりあの小池さんになりましたけども、あの石丸さん、はい、ちょっと応援してましたけどね、話題でしたね。なんか本当にあの野球界の大谷君、はい、政治界の石丸さんみたいな感じでね、そんな感じで言われてましたけど、ひょっとしたらひょっとするかみたいな、まあね、もちろんあの当選というのは難しいでしょうけど、でも結構こう知名度も上がりましたしね、はいはい、YouTube かなんかを見てる方結構ね、あの恥を知れ恥をみたいな感じで結構面白いというか、すごいですね、初めて挑戦して2位、はい、2位ですよね、本当ですよね、すごい快挙だと。あと4年後またやったらね、どうなるんだろうみたいな、そんな感じもしますけどね。実はですね、
7月3日、はい、お札が変わったじゃないですか、新しく。そうらしいです。見たことあります？まだ見てないんですよ。そうですか。本当にあのテレビでは、はい、あの皆さんやってるんで、本当にあの実物がないので、本当に今言われたみたいそうらしいですねしか実感がないんですよ ね、 特にあの電子マネーなんか使ってると現金触る機会が少なくて、はい、そうなんですよ。最近自分なんかペイペイとかやってますから、すよ、ね、あんまり現金自体を、あのあれしてましてね、使わなかったりして、だからどっかで大きなお札出せば新しい5000円とか1000円のお釣りでもらえるかもしれないんですけど、そうですね、一昔前はですね、前はもう20年ぐらい前になるんでしょうか、お札が出た時はですね、あの銀行かなんかに行って取り替えに行ったような記憶もあるし、はい、それから500円玉とかが出た時もね、はい、なんか取り替えたような気がするんですが、最近はなんかそこまでする元気がないというか、なんかあの渋沢さんのね、なんか地元では結構皆さんね、お札を取り替えたりしてね、大盛り上がりですね。大盛り上がりですけど、実は1万円、5000円、1000円ってあります、はい、どなたどなたどなたか分かります？1万円は渋沢さんということを分かってるだけで、はい、あとは思いつきません。五千円札が女性だということは分かります、梅子さんっていうのだけ覚えてます。梅子さんだけ。実はですね、うちのディレクターがですね、はい、なんと今回ですね、お札のことをいろいろ調べてくれまして、はい、じゃあ改めなかなかねこうやって登場する機会がないもんですけれども、そうですよね、改めて今日はですねご紹介いたしたいと思います。はい、浜田真帆さんです。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。浜田真帆と申します。はい、今ディレクターさせていただいております。はい、ということで今ご紹介あったように、はい、まあお札について今さっき調べたばっかな知識で、はい、まあ、どのたからいきましょうか。はい、じゃあまず津田梅子さんから五千冊ね、はい、はい、ご紹介させていただいて行こうと思います。まあ、情報は、はい、国立印刷局というところで、はい、紹介されているので、もし興味ある方はそちらのサイトからあのアクセスしてご覧くださいということで、津田梅子さんですね、はい、女子教育科とされています、はい、今の女子英学塾現津田塾大学の創立者ということです。女性の地位向上と女子高等教育に尽力された方です、はい、ということで津田梅子さんはこんな感じなんですけど、皆さん、ね、はい、千円札の方は知っていらっしゃいますでしょうか。千円札、今ちょっと顔がぼんやりしか、そうですか、前は野口英世さんです。そうな、そのイメージが強いですからね、はい、はい、そんな皆さんぼんやりだと思うんですが、はい、千円札の方は北里柴三郎さんです。はい、はい、北里柴三郎さん、はい、この方は近代日本医学の父と呼ばれている、細菌学者、はい、細菌ですね、まあ、菌とかの学者さんです。はい、はい、日本医師会などの医学団体や病院の設立など社会活動にも積極的に行ったとされています。あ、そうですか、はい、はい、そんな感じで紹介はこんな感じなんですけど、はいはい、じゃあ渋沢さんもちょっと、はい、渋沢さんですね、渋沢栄一さんは、さん、はい、日本の実業家です、はい、されたことは、まあ、いろんなことをされたと書いてあるんで、新しい国づくりに深く関わったそうです。はい、はい、まあ、一番渋沢栄一さんの名前は二方とも分かってると思うので、そうですね、なんか大河ドラマにもね、そうですね、はい、あれなんとかの父って言われたら何でしたっけ。あ、渋沢栄一さんですか、お、それは私も知らないんですが、突拍子もないこと言ってます。なんか違いましたっけね、話題になってね、何かの父。じゃあちょっと今ね調べてよく分かってないね。はい、先ほどですね、先ほどあ、どうぞ。見つけました、はい、渋沢栄一さん、近代日本経済の父と呼ばれています。近代日本経済の父、はい、なるほどね。なかなかあまりこうね、普段あまり語らない分野ですね。ちょっとこれからも頑張って頑張りたいと思いますけれども、先ほどゲストのそのパーソナリティのというか、火曜宅配便のですね、はい、青山ひかるさんと小野寺洋介さん、二人とも山形県出身なんですけど、はい、なんか山形県でなんかテレビでやってたっていうね。そうなんですよ、今日偶然ですけど、はい、情報番組見てからここ来たんですけど、はい、山形県の条例で1日1回笑いましょうという、1日1回笑いましょうという条例が正式に山形県県議会ですかね、はい、そちらの方で可決されたという話題を見まして、じゃあ今まで皆さん1日1回も笑わない人もいたということでしょうかね。どうなんですかね、このラジオでもそうですけど、皆さんすごく
ほがらかというかにこやかで、山形の方ね、皆さんほがらかですよね、ずっと笑ってばっかりいるぐらいなんか陽気な雰囲気ですけどね、そうですね、でもそういう条例ができるということは、そうじゃない方もいらっしゃるということなんでしょう ね、 ね、達也さん1日何回ぐらい笑います？どうでしょう、一人で勝手にプップップップ笑ってますからね数えてられないですもう100回ぐらい笑ってるんじゃないですかきっと、ね、ということでございましてね、はい、でもあっという間のね、今日も収録もね、先ほど達也さん言われましたけど、はい、収録だと大体ね、あの 3,40 分ぐらいに編集しちゃうんですけども、でもその1時間ぐらいの間にね、はい、まあ、その後に歌謡ショーがあったりとかありましたし、ね、そのね、初めの前にこう前振りかなんかがあるんですけど、結構なかなかね、そっちの方も面白かったり、そのフリートークのあたりも皆さん面白かったですよね、はい、そうですね、伝えきれないのが残念なぐらい、そうフリートークがあって、何まだ始まってないのってそんな感じですからね、そんな感じでしたよね、はい、ということでね、そろそろ番組もエンディングにね近づいてきてると思いますけども、はい、達也さんもね、例えば今回この歌謡ショーね、はい、公開収録を見に来てくださったりとか、私のやってるアラビカというお店でやった3人のビッグショーとかもね、出演されたりとかいろいろありますけれども、またなんか年内にはね、まあ暮れにはまたね、クリスマス会というか忘年会、ちょっと早すぎますけどまだ話が、なんかまたなんか1回ぐらいねイベントでよかったらぜひ参加していただければと思いますけど、はい、先ほど7月7日、ね、七夕ということで、今年の目標というか、まあ、前半は終わりまして、これからまたオリンピックもありますけどもね、はい、オリンピックそうですよ ね、 ね、そうでもう来週ぐらいありますかね、なんか今年の これからの目標というか、なんかこういうふうにこんなことを頑張ってみたいなってことってなんかありますか、目標ですか、まあ、こんなことって言ったってなんだってなんだってもうとにかく何でも何でもできることはやりたい、なるほど、何でもできることはやりたい、わかりました、ということでね、今日は何を食べたいですか、これから今日はもう暑いんで冷たいの何か、うち冷蔵庫ないんですよ、あ、そうなんですか、だから家で冷たいものが食べられないんでなるほど、じゃあかき氷でも大丈夫ぜひわかりました、ということでございまして、はい、また火曜高曜便、年内にもう1回ぐらいやりたいかなと思っておりますしね、今年は25周年ということで、実は、今日が7月の9日で、来週その次その次7月30日が1200回記念になりました、1200回、はい、ということでございまして、すごいですね、ということで、ね、来週もねぜひ皆さんね聞いていただきたいと思います、それでは来週もこの時間このダイヤルで皆様方とお耳にかかりましょう、それでは7時からはですね、ゆうこのふわかるでゆこをお送りいたします、ラジオは引き続き葛飾 FM お聞きください、それでは来週もこの時間このダイヤルで皆様方とお耳にかかりましょう、それでは皆さんさようなら、さようなら、おやすみなさい、お休みじゃないです、早いですねさようなら、この番組は新小岩カラオケ喫茶アラビカ、武達也音楽事務所、小岩 CD ショップ音曲堂の提供でお送りいたしました。